西インド諸島。西インド諸島。西インド諸島は南北アメリカ大陸に挟まれたカリブ海域にある群島である。アメリカ合衆国のフロリダ半島南端及びメキシコのユカタン半島東端からベネズエラの北西部沿岸にかけて少なくとも7000の島、小島、岩礁、珊瑚礁がカーブを描くようにして連なる。これらの島々が大西洋とメキシコ湾。 カリブ海の境界線を形成している。西インド諸島の名は、1492年10月12日に、クリストファー・コロンブスが上陸したバハマ諸島、クアナハニ島の住民アラワク人の肌の色を見て、インドに到達したと誤解したことに由来する。なお、ここで言う、インドとは、インダスガワイ島のアジアを指す。この上陸の時コロンブスは、 医業達成を神に感謝して、この島をサンサルバドル、スペイン語で聖なる救世主の意味と付けた。この島は現在のサンサルバドル島、九百二十六年にバットリングス島から解消とする説が有力だが、他に約百キロメートル南の様な島説もある。カリブ諸島、カリブ海諸島、英語カリビアンアイランズ、スペイン語アイラスコリーベズ、フランス語、 エスパスカレーブ、オランダ語、カリビッシュアイランドンとも言うが、西洋では、カリブ海やその沿岸を含め、カリブ、英語カリビアン、スペイン語コリーベス、フランス語カレーブ、オランダ語、カーイベントいうことが多い。フランスやオランダでは、やや範囲が狭い、アンティル諸島を使うことが多い。大航海時代以降、すべての島が、イギリス、フランス、スペイン、オランダなど、 ヨーロッパ諸国の植民地となった。20世紀以降、多くの植民地が独立した。島ごとに異なる状況などから統合は難しく、西インド連邦など、小さな独立国が多数ある地域となっている。独立した、主権国家とはならず、現在も自治領や海外圏などの地位にある島もある。なお、西インド諸島に対する東インド諸島とは、東南アジアの島々。 インドネシア、フィリピンなどを指す。また、単なるインド諸島は、歴史的にはこのどちらか、本来は、東インド諸島の子だが、現在インド領となっているアンダマンニコバル諸島を指す、こともある。これらは、地球上で、西インド諸島とは全くかけ離れた位置にある。西インド諸島の主要部分は、渦の通り大きく次の3つの区域に分けられる。西インド諸島は、 カリブ海と大西洋の間に存在する、これらの島々の他に、や、大西洋上の、やや離れた場所にある島々を含むこともある。バハマという名は、遠浅の海に平坦な島々が散在する風景から、この地へ行った、スペイン人たちがスペイン語で、バハマル、水位、の下がった海、干潮の意と呼んだことに由来するというが、最も有力な説である。 バハマ諸島は17世紀後半にイギリスの植民地となった。大部分は1973年にバハマとして独立した。この地域にある独立国と主な地域は以下の通り。アンティル諸島はキューバから南米大陸まで連なる島々である。北西部の比較的大きな島の連なりをオーアンティル諸島。 南東部の比較的小さな島の連なりを、ショーアンティル諸島と呼ぶ。この地域にある独立国と、主な地域は、以下の通り、首都の位置を基準に、西から東への順にヨーロッパ人は、靴回しながら連なるショーアンティル諸島を二つに分け、東から吹く、貿易風の、風上、東と、風下西も、西によって、名を与えた。英語では、ドミニカ島付近を基準として、 D ワード諸島、D ワード、風下と、ウィンドワード諸島、ウィンドワード、風上としている。英語以外の言語、フランス語、オランダ語などでは指し示す範囲が異なっている。D ワード諸島及びウィンドワード諸島を参照。ダイアンティル諸島の東側、ウィンドワード諸島の北側に位置する。この地域は2つの独立国と6つの海外領に分かれている。 この地域にある国と地域は以下の通り、ライアンティル諸島に近い位置から時計回りの順。プエルトリコの東にあるバージン諸島は西側半分をアメリカ領のアメリカ領、バージン諸島、東側半分をイギリス領のイギリス領、バージン諸島とで二分されている。バージン諸島の名はコロンブスが発見した際に 人間によって汚されていない自然なままの姿を、セウルスラと1100人の乙女の殉教伝説と結びつけて命名したもの。南に隣接するグアドループ島やドミニカ島をリーワード諸島に含む場合もある。ショーアンティル諸島を2分したウィンドワード、カザカミ諸島の東部にあたるが、西部をリーワードアンティル諸島とし、東部の実をウィンドワード諸島と呼ぶ場合もある。 フランス語などで、風上の島と呼ばれる諸島の南部にあたる。イギリスとフランスが植民地とした。この地域に6つある独立国はいずれもイギリスの植民地から独立したもので、英連邦の加盟国である。南端のトリニダード島、トバゴ島をーワードアンティル諸島に含む場合もある。オランダ語などで、風下の島々と呼ばれる島々。英語名称。 ウィンドワード諸島の西部とみなす場合もある。ベネズエラ本土の近海を東西に走っている。一般的には西インド諸島に含まない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。